小川小コウは、白ジラー目、小抹講かッコウ族に属する小型のクジラである。会場で観察されることは珍しく、座礁した個体や漂着した資料に基づいて、研究されることが多いため、不明な点も多い。和名の小川は、日本の芸類研究家である、小川かなえさんにちなむ。小川小コウと小コウの分類については、長い間議論が行われてきた。 以前はこれらは単一の種であるとされることが一般的であったが、1966年、スミソニアン博物館の生物学者により別々の種であるという結論が出され、今日では同族の異なる種として扱われることが一般的である。分類に関しては、小コ,コウ科も参照されたい。小川小コ,コウの学名は、小木や島ではなく、 コギアシームスと表記されている場合もある。ラテン語のコギアは女性名詞であることから形容詞であるシームスも女性名詞用に変化させて島を使うのがラテン語としては正しい CMS ホエールズドルフィンズと考えられる。小川小松港は成長しても体長2.7メートル、体重250キログラム程度であり、クジラとしては最も小さく、 一部のイルカよりも小さい。行動は非常に滲みであり、海面から上昇する際も、音も水しぶきも立てずにゆっくり動き、海面でじっとしていることも多い。そのため、海面が穏やかな状態でないと観察することは困難である。同じコマッコ族に属するコマッコとは、外見が似通っているだけではなく、行動面においても類似が多い。 小川小膜光と小膜光の識別は近づいて、観察しないと困難ではあるが、小川小膜光の方が若干小柄で、背びれは体調に比べて大きく、若干前方に位置しているという違いがある。全身は青みがかった灰色であり、腹側はより明るい灰色である。腹側には、黄色い上脈のような筋状の模様が見られる。目の後方に、偽エラと呼ばれるエラに似た模様がある。 胸びれは短いが幅広である。化学は小さく、上顎側が前方に飛び出している。歯は長くて鋭く、湾曲しており、上顎には0本から6本、下顎には14本から26本ある。歯の特徴から、英語ではザラット・ポーパスインドーアーアンティルとも呼ばれる。マッコウクジラ科のマッコウクジラ、コマッコウ科のコマッコウと同様に、頭部にゲロウと呼ばれる。 脳湯を有する。また、ッ抹胞と同様に、腸に暗赤色の液体を含む袋状の器官があり、怯えた際にはその液体を紛失する。これは捕食者を一瞬ひるませ、自分の身を守るためであると考えられている。群をなさず単独で行動することが多いが、小規模の群をなして行動することもある。主食はいかやかにである。小川ッ抹胞生息域小川ッ抹胞は、 外洋性であるが、小コウよりは若干沿岸側に生息する。ちょうど大陸方の沖側あたりを好むとされる。様々な地域で座礁が報告されている。大西洋における報告例としては、西大西洋ではアメリカバージニア州、東大西洋ではスペインにおけるものがある。南限はブラジル南部、南アフリカあたりである。インド洋に関しては、 オーストラリアの南側をはじめ南アフリカからインドネシアまでの広範囲の海岸において座礁が報告されている。太平洋に関しては日本やカナダブリティッシュコロンビア州などで報告されている。全生息数は不明である。東、太平洋における生息数としては約1万千頭という報告がある。IUCN のレッドリストでは 低リスク経度懸念に分類されている。小川小抹荒は以前は日本やインドネシアにおいて商業捕鯨の対象となっていたが近年は日本は捕獲を行っていない。小抹荒に比べると沿岸側に生息しているために捕鯨の対象にされやすく、また化学物質による影響も受けやすいと考えられている。しかしこれらが小川小抹荒の持続的な生存に 悪影響を与えるかどうかは、現時点では、明確には分かっていない。ドナルド・ F ・メカルパイン、ピグミー・ド・ワーフ・スパーム、ホエールズ・イン・エンサイクロペディア・オブ・マリー・マーマルズ、ピアニッシモ、千1007から1009、ISBN0 から12から55万1340から2マーク・カーワージン、ホエールズ・ドルフィンズ・ポーパス、ドーリング・キンダースリー・ハンドブックス。 ISBN 0751327816リーブス、スチュワート、クラパムパウエル、ナショナル・アウズボン、ソサイティ・ガイド・ツー・マリーン・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、ISBN 0375411410コギア、シマ CMS ホエールズドルフィンズ・オガワコ・マッコー、マリーン・マーマル・プレゼンツ、海生哺乳類図鑑、館、オガワコ・マッコー国立科学博物館動物研究部、ありがとうございます。